それで俺がいない間に何か変わったことはなかったか？特にないわ。けど。けどなんだ？青と正門君、青と正門君、至急職員室まで来なさい。繰り返します。で、休み時間のたびに放送が流れてた。校内でサボってたと思われたみたいね。うちはサボりに厳しい学校だったのか。さあ、サボったことないからわからないわ。俺だってねえよ、今まではな。それでどうするの？職員室に行かないとお尻ペンペンされるかもしれないわ。この年齢でそれは殴られるよりきついな。でもまあ、今はリアと飯を食うのが先だ。職員室に行った方がいいと思う。私が教室に戻って食事をすれば心配はないでしょ。気にしなくてもいいさ。それに午前中ずっと教室にいたんだから、少しは外に出た方がいい。昼まで帰ってこなかった人のセリフとは思えないわ。午前中は休んだ方がいいって言ったのは私だけど、まさか午前中丸々休むなんて思わなかったわ。そのお詫びも兼ねてるんだよ。教室の中だから安心だとは思ってたけど、さすがに油断しすぎたと思うしな。私も少しだけ不安だったわ。まさかとがいない授業は初めてだったから。そういえばそうだったな。悪かった。これからは同じことがないように気をつける。それだと助かるわ。頼りになるボディーガードがいないのは不安で仕方ないもん。お世辞でも嬉しいよ。お世辞は苦手よ。だから間違ってもマサカドをイケメンとは言わないわ。そうやって胸をえぐるようなことを平然と言わないでくれ。けどそんなに俺って頼りになるか？少なくとも私がこうして普通に学校に通えているのはマサカドのおかげ。朝は変だったけど、今は元に戻ってくれて安心したわ。それじゃこれからもその期待を裏切るわけにはいかないな。ええ、期待してるから。あ、どうかしたのか？食後のデザート持ってくるの忘れた。まさかどう、なんとかなる？さすがにお前の胃袋まで守るのはと言いたいところなんだが、実は守れてしまえそうなんだな。それはケーキ？ああ、さっき昼飯買うついでに買っておいたんだよ。私がデザートを欲しがるの分かっていたの？予知能力さ。まだ本調子じゃないみたいね。午後の授業も休む？冗談だって。ほらケーキ食べちまえや。やっぱり信じてもらえなかったか。はい、今日の授業はここまでです。青戸くんは補習用に渡したプリントを家でちゃんとやってきてくださいね。はい、すいません。それでは皆さん、さようなら。一人だけ宿題、残念でした。まあこれくらいの罰で済んでよかったと思うべきなんだろうな。サボるからよ、自業自得。やーいやーい。見返してやりたい。それよりこの後何か予定があるの？ないならそろそろ。まあそうだな、早いとこ行った方が終わるのも早いだろうしな。もうお帰りですか？ああ、これからバイトだからな。働かざる者食うべからず。さきは働いてる？働いてないです。
いや、学生なんだから別にいいんだって。俺たちは小遣い目当てでバイトしてるだけなんだからさ。ねえねえ、何の話してるの？私も混ぜてよ。働かざる者食うべからず。フィンネルは働いてる？家が定食屋だからお手伝いをしてるよ。バイト代は出ないけど。大変なんだな、Z。だから Z って言わないでよ。そういえば二人は黒金研究所でバイトしてるんだよね。あそこってバイト料いいの？まあそこそこかな。いっそ、マサカドは結構もらってるはず。へえ、やっぱりお給料はいいみたいだね。働く部署によって様々だって。と、そろそろマジで行かないと。それじゃ、また明日な。また明日、チャオ。はい、バイトを頑張ってくださいね。バイバーイ。さてと、研究所に急がないと。寄り道はダメよ。わかってるって。